近くの町が一つエデンの構成に乗っ取られたみたいなんだ。町全体が突然氷に覆われて都市機能が麻痺しているらしい。町全体が氷に？やつ天智やんか。どうやらその町を信仰のための活動拠点にしているようだね。氷は今も範囲を広げている。急がないと全てがエデンに支配されてしまうかも。天智庵は豪華ホテルを基地にしているみたい。 GV 頼めるかな？もちろんだ。そのホテルに向かおう。この近くにある町が突如として氷に覆われました。都市機能は麻痺し、その混乱に乗じエデンの構成員が占拠した模様です。氷、確かあの時いた化け物も氷の能力者だったな。はい、その天智庵は占拠した町のリゾートホテルを根城としているようです。化け物の分際でリゾートホテルとはな、少し贅沢が過ぎるようだ。俺が潰し町は解放してみせる。不利な地形での戦いになると思われますので、こちらで支援物資を現地に投下します。路面が凍結しているため滑りやすくなっています。路面から支援物資を投下させていただきました。投下ポイントにたどり着くまで10分。凍ったホテルって実際に見るとすごいね。この国有数の一流ホテルです。テロ対策をしていただきます。こんな閉鎖住宅を残されちゃどうしようもないよね。アキラ様、その装置がこちらが投下した支援物資です。使用することで一定時間であれば凍結した路面でも滑りにくくなります。ご使用になる場合はショットを打って装置にエネルギーを供給して起動させてください。了解だ。ありがたく使わせてもらおう。確かに滑りにくくなったようだ。乾電池を使用するため滑り止め用のコーティング、効果切れの場合は再び通し直す必要があります。ご注意。路面が凍結してるから滑りやすくなってるよ。いつも以上に慎重にね。チーム気をつけて。わあ、ここは国内外の著名人権力者の御用達のホテルでもあったみたいだね。ドラゴンフィギュア、これは一体。スキャンしたところ、中身は滑り止めのコーティング剤だね。滑り止めの？なんでそんなものが？よくわからないけれど、凍った路面を先頭に振り出し、どうせなら使わせてもらおうよ。君ならダートを打ち込んで電流を流せば操作できるはずだ。これは助かるな。滑り止めの効果は一定時間に切れるから注意してね。効果を持続させたかったらもう一回塗布する必要があるよ。これもやつのセブンスの影響か。そこを登っていた。建物が破壊された痕跡がある。さっきの滑り止めといい、破壊の痕跡といい、もしかしたら僕たち以外に誰か来ているってことか。ゲートモノリスを破ってホテル内に進むんだ。この気配は。GV、気をつけて、誰かいる。アキラ、お前もここに来ていたのか。それはこちらのセリフだ。ガンボルト、今日こそ息の根を止めてやる。スメラギでもエデンでもない君と戦う理由はない。シアンの一部、ミラーピースさえ返してくれれば僕はそれでいいんだ。よまいごと、以前言ったはずだ。貴様、すべての能力者は俺が駆逐する。能力者とそうでない人、滅ぼ共存の道だってあるはずだ。なぜその可能性を放棄するんだ。道中に散々目に焼き付けたはず。ドラゴンクズや受け継いだ都市をただ一人でこれをなす危険性、そんな連中と共存などできるはずがあるまい。貴様は銃を持った、いや腕から銃を生やしたものと手を取り合えというのか。それはドラゴンクズやさあアキラ、ミラーピースを渡すんだ。あれは俺にとっても必要なものだ。渡すわけにはいかん。逃げられたか。なんだろう、いい感じ。誰かいる。アキラ、お前もここに来ていたのか。それはこちらのセリフだ。ガンボルト、今日こそ息の根を止めてやる。スメラギでもエデンでもない君と戦う理由はない。シアンの一部、ミラーピースさえ返してくれれば僕はそれでいいんだ。よまいごと、以前言ったはずだ。貴様ら能力者は俺たち人類を脅かす害獣。すべての能力者は俺が駆逐する。能力者とそうでない人、共存の道だってあるはずだ。なぜその可能性を放棄するんだ。道中に散々目に焼き付けたはずだ。いてついた都市をただ一人でこれをなす危険性、そんな連中と共存などできるはずがあるまい。貴様は銃を持って、いや腕から銃を生やしたものと手を取り合えというのか。強い。引くしかないのか。逃げたよ。追わないよ、アキラ君。いや、今はこの町の解放、エデンの討滅が最優先だ。昔のアキラ君なら目を血走らせて追いかけてたと思うけど。いいから行くぞ。ガンボルト、彼とは何かあるんですね。単装をきつく、その勇気だけは認めよう。誰、無能力者が来る場所じゃない。僕の氷の棺でとうに眠る。うっとうしい。応援してるつもりなのかも。連連中の警備システムか。くだらん。全て滅してくれる。気温がどんどん下がってる。問題ない。この程度ならば。そう言うけど僕には分かるはずよ。消えてきてるのもうちょっとするわよ。一丁前に創造主の心配か。まあ僕は君の相棒だからね。プリズムブレイク。ゲートもないか。破壊する。ドラゴンフミヤ、やはり来たかダンボル。こいやつのセブンス。ドラゴンフミヤ。ドラゴンフミヤ。連中の警備システムか。ドラゴンフミヤ。凍結のセブンス、初めて GV が戦った時はここまで強力じゃなかったはずなのに。向こうも確実に力をつけてきている。さらにシアンから奪った力で。ドラゴンフミヤ。こんなに綺麗な煙はどうして悪いことに使うんだろう。昔テレビに見た氷の彫刻はとても綺麗だと思ったけど、この凍ったほGV いるよ、その先に。さすが傀儡無双のアームドブルー。ここまで乗り込んでくるとは恐れ入ったよ。今回は邪魔は入らない。そしてシアンの力は返してもらう。一網不罰、その執着僕の剣で断ち切ろう。剣の将来、前回と同じだとは思わないことだ。行くぞ。その力があれば無能力者のファイトもたやすいというのに、君はなぜフェザーを抜け能力者に牙向くようなことをしているんだ。セブンスなんて関係ない、同じ人間だ。お前こそなぜ区別する。僕の故郷では能力者は迫害の対象、無国の民だ。親には捨てられ、住む場所もなく、道を歩けば石を投げられ、やがて僕は空腹のあまり倒れた。その時はお優しい無能力者の食べ物をあげた。この力ならばどうして。覚悟はいいか。クリジット・ブロッサンドラゴンスフィア。その食べ物は毒が仕込んであった。おとばしアームドブルーエクスカイバーパンテーラー。ミッション完了。 GV、 僕は信じてるよ。セブンスを持たない人と持つ人すべてがいつか君と狼みたいに手を取り合って笑い合える日が来ることを。ありがとうシャオ。この反応は。ようこそ無能力者。と言っても歓迎はしないがな。化け物と交わすたわごとなどない。すぐに俺の眼前から消し去ってくれる。厚顔無知、無能力者らしい傲慢で愚かな言論だ。お前のようなやつがいるから。この7つの標準でお前を切り裂く。職権廃実、お前のように愚かな無能力者のせいで我々は虐げられている。他者より優れたものを恐れ排する。お前たちの未熟な精神、ヘドが出る。優れた力を持つ者こそが全てを支配する。真実一、それこそがあるべき世界の姿。クリジット・ブロッサンはっシュレッドストーンパンテーラー。消滅完了。すぐに帰還する。お冷えになったことでしょう。何かあったかいものを用意しておきます。